カタソウダイシとは、順調石の一種で、カタソウダイシグループに属する計算塩鉱物である。ラピスラズリを構成する鉱物の一つでもある。グリーンランドでの発見が1811年に最初に記されている。含有するナトリウム量が多いので、英語でナトリウムを意味するソディウムにちなんで、ソーダライトと名付けられた。典型的な化学組成は、NA4AL33CL。 モースコードは5.5から6。比重は2.27から2.33。青色系が多いが、他にも様々な色のものが見られる。片相大子の構成成分であるナトリウムや塩素は、他のイオンと置き換わることがあり、含むイオンの種類によって、青金石や相方石、黒型石などが知られている。ラピスラズルに様々な鉱物が混じり合っているのはこのためである。アッシュで、 ハックマナイトという紫外線を吸収して発光するものがある。片相大詩は最高構造を持たないが三次元盲目構造を有する結晶性アルミの計算上であることからゼオライトに属する。骨格コードとして SOD が与えられておりナトリウムイオンを含有したキレイただき八面体のアルミの計算仕の掲示構造が 四角形を共有するように三次元的に連なることで結晶構造が形成される。人工合成ではナトリウムの代わりにテトラメチルアンモニウムイオン 4N を含有した片相対子も得られる。電化密度の低いイオンを内包する結果 AL の負の形式電化が保証されにくくなるため天然物より AL が少ない素性となる。また、ソーダライトケージは A 型ゼオライトや放射サイトといった工業的に重要なゼオライトの構造にも共通して見られ、結晶化条件が似ているためこれらの合成において、型相代子はしばしば複製生物として現れる。ボリビア産の相ダライト比較的高度が低いが安価であるため、ラピスラズルの代用品として、青色系のものが宝射用にビーズとして、またカボションカットされ使用される。主な産地は、 カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、ナミビア、インドなどである。ありがとうございます。